国取りから24年。橋名の国は斜陽にあり。狼の忍びは全てを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。あの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく、気力すらない。奴はもう、ただのふぬけよ。月見櫓が、今宵も月に照らされておる。巫女様はまた、月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。まだほんの子供と言うに、囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、銀一郎様も何かお考えがあるのだろうが。忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。
神よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。さて、そなたの体、その後大事はないか？その後とは？あの世のこと覚えておらぬのか？はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな、葦の歯笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう、こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。